どうも皆さんこんにちは、マカベです。マカベの米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。11月24日水曜日ですけども、いやー、この日ね、株式市場下がってたんですけども、どんどん上がった日になりましたよね。まあそれでもダウはマイナス 0.03%、 ややマイナスだったんですけども、 SP500 はプラス 0.23%、 ナスダックはプラス 0.44% と、で俯瞰で見るとね、こんな感じで、これ SPY ですけども、まあもうじわ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 ずっとここじわってるってことなんですよね。で、ナスダックの方に関してはね、これ999ですけども、まあ一時期ドーン上がってきて、下がったのが下がり止まったと、そういう日になって、さあジム・クレーマーマットマネーで何言うのかなっていうことだったんですけども、この日ね、マットマネーお休みだったんですよね。で、まあ11月25日木曜日ね、サンクスギビングで、みんなね、仕事も休みだし、株式市場もお休みなんでね。で、まあこの前日の水曜日もね、休み取る人すごい多いんですけども、まあジム・クレーマーも休んでるということで、でね、このマットマネーがない休みの間、普段あんまりできてない CEO のインタビュー、ちょっといくつか取り上げたいと思うんですよね。で、ジム・クレーマーね、マットマネー中で毎回ね、いろんな CEO にインタビューしてるんですけども、まあそういうのは僕ね、動画にできてないんで、だからこの11月でジム・クレーマーがインタビューしたいろんな CEO の中から、ちょっとメンバーの方にね、何が興味ありますかと聞いて、で、リクエスト高かったやつやっていきたいと思うんですよ。これですよね、 NVIDIA ですよ。いやー、もう王者ですよね、半導体界の王者ですよ。グラフィックプロセッシングユニットですよね、 GPU 作って、で、もう今ね、ほんといろんなことやってると。でね、 NVIDIA 11月17日に決算発表があって、これがね、素晴らしい決算だったんですよね。売上が予想 6.83 ビリオンに対して7.1 ビリオン、 EPS も予想 1.11 に対して 1.17 と、で、決算後も株価好調で、で、その決算のすぐ後、11月19日の金曜日にね、ジム・クレーマー、NVIDIA の CEO に会ってインタビューしてるんですよ。で、ジム・クレーマー言ってんのはね、NVIDIA なんだけども、ほんとね、自分のファンド、NVIDIA 株いっぱい持ってるんだけども、ここまで本当に素晴らしいんだって言ってるんですよね。で、自分は NVIDIA が大好きで、自分の犬にも NVIDIA と名付けてるほどなんだと、ほんとね、11月17日の決算、今この世界で最も大きな半導体メーカー、目を見張るほどのブローアウトな決算だったなとジム・クレーマー言ってるんですよ。売上成長が 50%、 利益成長が 60%、 そして来期へのガイダンスも素晴らしかったんだと。でね、 NVIDIA ね、ゲーミングとかデータセンターのビジネスで今すごいことになってるんだけども、未来はもっとエキサイティングなことになってるんだと。もう NVIDIA のチップっていうのは AI から自動運転からメタバースからあらゆることの基礎になってるんだって言ってるんですよね。でジム・クレーマーね、ちなみにメタバースっていうのはNVIDIA っていう会社ではね、オムニバースと呼ばれてるんだけどと言いながら、ジム・クレーマーね、この週ね、サンフランシスコの会で、いつもこのね、ベイブリッジ見れるところの、この前でね、屋外で放送してたんですけども、ジム・クレーマーね、今回、自分、NVIDIA の本社行ったよって言ってるんですよね。サンタクララにある、NVIDIA の本社に訪れて、で、これがね、素晴らしい経験だったんだとジム・クレーマー言ってるんですよね。で、上から見るとね、こんな感じなんですけどもね、NVIDIA の本社。ここ訪れたのは素晴らしい経験でいろいろ見せてもらって、そして NVIDIA のビジョナリー CEO のジェンセンハンと喋ってきたから、その様子をお届けすると、そういうことだったんですよね。で、 NVIDIA の本社の中でジェンセンハンと喋ってるわけですよ。いいですよね、川ちゃんさんですよ。なんかね、植物園みたいに見えますけどね。ジム・クレーマーね、ジェンセンやと、 NVIDIA の秘密何なんだって聞いてるんですよね。あなたたちはゲーミング業界を支配してる、データセンターも支配してる、プロフェッショナルビジュアライゼーションの世界を支配してる、この3つめちゃくちゃ需要強いだろうと。ジム・クレーマー、なんでそんな支配できんのかと、なんで NVIDIA こんな快進撃続けてんだ、その秘密は何なのかとジェンセンに聞いてるんですよね。で、ジェンセンハンですけども、言ってるのは、自分たちはいろいろな分野で素晴らしい仕事をしていると自負してますと言ってるんですよね。コンピュータグラフィックスの分野、生まれてから35年になるんだって言ってるんですよ。で、この35歳になる業界の中で、自分たちはこのコンピュータグラフィックス発明し直したんだと。自分たちの登場によって全く新しいことになったんだと。で、この業界でね、全く新しいテクノロジーのフュージョンをやったんだって言ってるんですよね。で、一つ目として言ってるのが、レイトレーシングだって言ってるんですよ。レイトレーシング技術。あれですよね、レイトレーシングって。まあ、文字通りね、トレースってことで、空中を移動する光子の動き、これをトレースする、追跡する手法のことですよ。だからね、コンピュータグラフィックスの中で、ふわっとね、影とか作るんじゃなくて、まず光の光源がどこにあるのか、そしてそれをね、捉えてる、目の位置がどこにあるのか、で、そこから、光が当たる物体、これも絶えず動き回ってるわけですけども、それどうやって光当たってんのかっていうのも、全部計算して、で、もう各シーンごとにね、視界に入る物体の質とか大きさとか互いの距離とか、光源に対する角度、全部の要素を解析して、あと光っていうのは反射して、
照り返して、二次反射、三次反射、いろいろあるんですけど、それも全部計算して、リアルタイムレンダリングでやるってことなんですよね。NVIDIA の登場によって、ほんとね、粒子一個一個を正しく計算して、リアルタイムで影とかを全部再現できると。そこまで到達したってことなんですよ。で、これがね、レイトレーシングなんですよね。で、ね、ジェンセンハン、レイトレーシング技術はまさに、このコンピュータグラフィックスの世界の聖杯になりましたぞ。ただ絵をペイントするんじゃなくて、光をシミュレートして表現する。そしてね、これがね、あと何と合わさったかっていうと、AI と合わさったんだって言ってるんですよね。人工知能と合わさったんだと。で、その AI でも特にね、物理学的なシミュレーションと、インテリジェンスのシミュレーション。自分たちはね、光をシミュレートして、物理をシミュレートして、インテリジェンスをシミュレートして、これらがフュージョンすることで世界をシミュレートしてるんだって言ってるんですよ。で、ジェンセンさんね、NVIDIA GPU 発明したんだけども、それだけじゃないんだと。今それ以上のね、いろんなフュージョンが起きてて、すごいことになってるんだとジェンセンさん言ってるんですよね。で、まあ何やらね、難しげなこと言ってるなということで、まあジム・クレバーもね、すごい賢いんでね、みんなにわかるようにね、降りてきてくれるんですよね。なるほど、なるほどと。NVIDIA がなければ映像がペラペラだと、そういうことだろうって言ってるんですよね。影もつかないし、リアリティがないということだろうと。ジェンセンさんね、そうだと。自分たちはコンピューターグラフィックスをぐっと現実的に、ぐっとリアリスティックに、そしてもっともっと美しくしたんだと。でジムクレーマーね、なるほどなるほどと。ではね、データセンターについてはどうなんだって言ってるんですよね。なんでみんなね、あなたの製品欲しがるんだと。なんで他の会社の製品だったらいけないんだと。なんでなのとジェンセンさんに聞いてるんですよね。でジェンセンさん、今ね、すべての会社が何をやりたいか、これだって言ってるのはこれですよ。シミュレーションですよ。今ね、すべての会社が未来をシミュレートしようとしてる。例えば物流会社だったら、物流はこれからどうなるのか。例えばテクノロジー会社だったら、新しいテクノロジー、どのように世の中を変えるのか。例えば輸送会社だったら、それぞれの家庭に物を届ける、その効率化どうすればいいのか。すべての会社が様々なものをシミュレートしたいんだと。そして今ね、そのシミュレーションが本当に多くの産業でコアになってる。なんで NVIDIA グイグイ来てるかっていうと、このシミュレーションを支えることができるのが、これを最も早くできるのが自分たちの製品だからだって言ってるんですよね。で、ジム・クレーマーさらに聞いてるんですけども、ジェンセンよと、例えば今ね、レストラン、2500万のレストランがあるけども、みんな食事するし、リテールもめちゃくちゃ多くの数があって、みんな買い物をするし、あとね、鉄道会社とか航空会社とかね、輸送に大きな役割を果たしてるけども、ジェンセン、あなた以前言ったのは、こういうね、多くの会社で、バーチャルな指揮官が、いろんな指揮を担えばね、もっと効率よくなると言ったよなと。ジムクレーマー、例えば自分がファーストフードに行ったとして、そこにね、バーチャルな店員がいたら、リアルな店員より自分にはもっと便利なのかとね、ジムクレーマー、下々に降りてきてね、その例を出して聞いてくれるわけですよ。で、ジェンセンさん、そうだと自分たちのシミュレーション世界はね、要はオムニバースを作って、で、そのオムニバースのアバター、これが本当ね、インタラクトできる AI アバターのプラットフォームになるんだと。で、自分たちはね、そういうね、AI を作れて、バーチャルな店員を作れる。だからジムよと、もしファーストフード店行った時に、バーチャルな店員いたら、そっちの方がベターなんだって言ってるんですよね。なんでベターなのか。ジェンセンさん言うに、まずね、数の制限がない。バーチャルな店員、めちゃくちゃ並べれる。そしてリアルタイムでインタラクトできる。待ち時間がないんだと。で、バーチャルな店員だと、絶対に疲れない。で、バーチャルな店員、すべての言語を、その地方のアクセントを含めて完全に理解してる。グローバルな世界でも全然大丈夫。そして間違いを犯さないんだって言ってるんですよね。で、これからね、こういうね、バーチャルな存在が、ひょっとしたら、いろんな会社のブランドアンバサダーとしてうってつけになってくるんだと。でね、業界によっては本当に AI 使うべきなんだと。例えば、カスタマーサービスの業界って言ってるんですよね。このね、カスタマーサポートの部分。特に今はね、多くの仕事がリモートで行われてて、カスタマーサポート業界に人手が足りてない今、本当に自分たちのオムニバース技術と AI 技術、これを使うと多くの進歩を実現できると思いますと。で、ジムクレーマーね。いや、まあ言ってることはよくわかるんだけど、めちゃくちゃ未来のことなんじゃないのって言ってるんですよね。ちょっともうちょっと話聞かせてくれよと。例えばね、ジョークとか言っても AI とか大丈夫なのって言ってるんですよ。それはなんかちょっと言葉認識されてもいろんな間違い起きそうなんだけど。そこら辺本当ね、AI って進歩してるのとジムクレーマー聞いてるんですよね。で、ジェンセンさん、例を挙げてるんですけども、例えばね、人がね、バンクに行きたいって言ったりすると、じゃあね、それはね、銀行としてのバンクなのか、もしくは、この川岸のことをね、リバーバンクって言うんですけども、その川岸のことなのか、バンクって聞いただけじゃわかんないでしょと。で、それね、どっちのバンクなのかっていうのは、それはどういう文脈でそれらが発せられたかによるでしょと。
で、ジェンセンさんね、自分たちが開発してる AI っていうのは言葉をただね、認識するだけじゃなくて、文章をただ認識するだけでもなくて、もう会話全体の文脈がどうなってるのか、そしてその会話している場所がどうで、会話している人がどうで、そういうのも全部わかる AI なんだと。で、ジム・グレイマーね、それってまさに今人間がやってることだよなと言ってるんですけども、ジェンセンさん、そうだよと。例えば車に乗っててタイダウンって言ったりすると、で、それね、ちょっと消してよって言った時に、 AI は果たしてそれ何を消すのか、どのスイッチを消すのか、もしくはライトを消すのか、もしくはエンジンを消すのか、それはその時の状況で、その車が走行中なのか、止まってんのか、今人が出ようとしてんのか、もしくは入ったところなのか、今何のスイッチがオンになってるかによるだろうと。で、そういうのも全部ひっくるめて分かって動作する、それが自分たちが開発してる AI なんだって言ってるんですよね。要はインテントが分かるんだと、会話の意思とか会話の意図が分かるんだと。で、ジム・グレイマーさらに聞いてるんですけども、そういうのってもうめちゃくちゃね、計算してそうなってんのと、何をね、どうやってそういうことが実現できるのって聞いてるんですけども、ジェンセンさんね、そうだと、多くの計算が必要なプロセスなんだって言ってるんですよね。そしてね、 AI 本当に多くのね、人類の知識とか知恵によって訓練されなければいけない、で、その訓練でいわゆる自分たちの常識、それを理解することになるんだって言ってるんですよ。で、ジム・グレイマー、また分かりやすく言ってるんですけども、何訓練って何って言ってるんですよね。常識を学ぶ、そんなことできんのって言ってるんですよ。例えばね、犬にクッキーをあげるときにどうするか教えるみたいに、そういう風にやるんかとジム・グレイマー聞いてるんですけども、そうだと、まさにそんな感じなんだってジェンセンさん言ってるんですよね。 AI が正しい答え出したときに、自分たちはそれを褒めて訓練するんだと。間違った答え出したときには、正しい答えにたどり着けるように数学的な方法を教えてあげるんだってことなんですよね。で、ジェンセンさんね、ちょろっと難しいこと言ってるんですけども、これはね、例えばストキャスティックグラジエントディセントというんだと、確率的勾配効果法っていうんだと、連続最適化問題に対する勾配法の乱卓アルゴリズムを使うんだって言ってるんですけども、ジム・グレイマー、そういう難しい話には全然乗らないんですよ。なるほどなと。そうやって AI をね、今までだったら不可能だった速さでどんどん訓練していくから、自分たちの想像を超えた全部が分かる AI が作れるんだなと。で、ジム・グレイマーさらに聞いてるんですけども、ジェンセンよと、あなたね、シミュレーションシミュレーションって言ってるけども、例えば巨大な工場があるとして、それ丸々シミュレーションできんのかと聞いてるんですよね。で、多分ね、みんなね、多くの無駄なことがあると思うんだよねと。で、工場があるとしたら、いろんな無駄が至るところで出てる。で、人間の活動としてね、まあ、ここ無駄なんじゃないの、ここ無駄なんじゃないのと、そういうことはわかるかもしれないけども、どうやってその無駄をね、うまくなくせばいいのか、そういうのはわかんないっていうこともいっぱいあると思うんだけども、そういう場合にも、そのシミュレーションとか、もしくは AI っていうのはその方法を教えてくれるのかと、ジム・グレイマー、ジェンセンさん聞いてるんですよね。で、ジェンセンさん言ってるのは、ほんとほとんどの会社が今日の、無駄をね、出しすぎなんだと。なぜならば彼らはシミュレートしないからだって言ってるんですよね。至るところに無駄があるって言ってるんですよ。ジェンセンさんね、電力網にも無駄があるし、ラジオ波も、携帯の電波も、もっと効率よくできるんだと。で、それ以外のところもね、あらゆるところにいろんな無駄があって、多くの無駄なマテリアルを今自分たちは使ってる。で、それなぜかっていうと、やっぱね、精密にその分配のところをシミュレートすること、今はできてないから、自分たちは本当に多くのことを無駄にしてるんだってジェンセンさん言ってるんですよね。だけどジェンセンさん、自分たちのね、チップと AI を作れば、仮想世界、オムニバースが作れるんだと。でね、現実とそっくりな、オムニバースを作ることで、これほんと現実そっくりなバーチャルスペースなんですけども、これを作ることでいろんなことがシミュレートできて、しかも精密にシミュレートできるんだって言ってるんですよね。で、このオムニバースの世界の中で、まずね、電力網も工場も全てシミュレートして、いろんな要素を変えて、インプットいろんなこと変えて、アウトプットどうなるかっていうのをシミュレートすれば、そしたら多くの無駄を減らすことができるんだって言ってるんですよ。だから今ね、いろんな会社がシミュレートしたい、もうその重要性は分かられてる。そしてそれぞれの会社はね、そのこういうね、シミュレーション、オムニバースの世界、AI の世界に比較的少額のお金を投資するだけで、いろんな無駄を省けたり、効率化を図れたりして、本当に多くのお金をセーブすることができる。これが今の世界なんだって言ってるんですよね。だから例えばジェンセンさん、例えば BMW と組んでやってると、でね、この BMW の工場の全くそっくりなバーチャルな世界、デジタルツインって言ってるんですけども、デジタルの双子って言ってるんですけども、この BMW の工場全く再現した、すごく精密なバーチャルワールドで、それを使うことで、まあ、31個工場があるんですけども、それぞれでどうやってね、オペレートすればいいのか、どうやって効率化すればいいのか、そういうのが分かるんだってことなんですよね。で、あとはね、シーメンスエナジーとも組んでやってると、NVIDIA のね、オムニバースプラットフォーム使えば、
彼らのパワープラント、どうやって効率よく稼働することができるのか、いつ劣化するのか、そのためにどうすればいいのか、そういうのを事細かにシミュレートすることができる。ここら辺で挙げたのはほんの一部だけでも、NVIDIA はシミュレーション世界を作って、それは今後ますます大事になるんだと、ジェンセンさんそう言ってるんですよね。で、繰り返しますけども、それぞれの企業がこういうのにもっともっとね、自分たちのお金を投資して、より大きいお金をセーブしようとする。そういう世界がもう来てるんだと、ジェンセンさん言ってるんですよ。なるほどなるほどとジム・クレーマー言ってて、でまたねちょっとね話戻ってる感じになるんですけども、ジム・クレーマーまた言ってるんですけども、例えば自分がファーストフードの店を経営してるとするよなと。ジム・クレーマーね、なんかファーストフードすごい好きなんですけども、したら今日ね、自分とあなたジェンセンのこのインタビュー見たとして、あ、自分たちもコスト削減できるかもしれないと思ったりすると、そしたら自分ね NVIDIA にコンタクトすればいいのかと、そしたら NVIDIA 自分たちの店助けてくれるのかと聞いてるんですけども、ジェンセンさんね、シミュレートもそうだし、レストランに関しては、すべてのレストラン、すべてのドライブスルー、すべてのリテール。ここでね、ジェンセンさん、自分が考えるに、そういうすべてのものは、全部ね、AI のアバターをやっぱり持つべきだと言ってるんですよね。で、自分たちの AI プラットフォームが、そのアバターに、どうやってそのブランドを代表するのか、どうやってそのブランドのビジネスを理解して、それを人々に伝えるのか、それをね、ずっとトレインし続けるから。そしたら生身の人間の広報よりも、バーチャルアバターの方がずっといい窓口になって、その企業の。しかもカスタマーサポートとかも容易になるんだって言ってるんですよね。そういう風に世界は動くでしょうってことなんですよ。だから今後どんどんね、バーチャル店員増えてくるはずだと。で、それの根底にいるのも NVIDIA なんだと。で、なるほどなとジム・クレーマー言ってて、結局でもね、そのことが NVIDIA やりたいことなんだろうって言ってるんですよ。要は、コンピューターサイエンス。それを一部の人の、一部の製品のものじゃなくて、AI を民主化すると。それが NVIDIA の目的なんだろうって言ってるんですよね。誰だってその AI の効力にあやかれるようにする。みんなが AI を使うことで、よりいい世界を作ると、そういうことなんだろうと。で、ジム・クレーマーね、聞いてるんですけども、ジェンセンよと。あなたはゲームの世界をめちゃくちゃ早くした。データセンターの世界もめちゃくちゃ早くした。こういうね、めちゃくちゃ早くするビジネス楽しいだろうと。最先端をドーン作ってってるわけだから。だけど、みんなを助ける仕事、これもあなた楽しいんですかとジム・クレーマー聞いてるんですよね。ジェンセンさん答えてるんですけども、自分たちのビジネス、どこに注力してるかっていうと、楽しいところとインパクトがあるところ、それが交わるところ、これに注力してるんだって言ってるんですよね。で、このね、楽しいっていうのと世の中に対してインパクトがある。これ重なるところ。ここはね、リッチに存在するんだと。で、ジェンセンさんね、毎朝起きたらね、もう1万個とか2万個のね、すべき問題があるんだと。で、自分たち NVIDIA は、そのトップ3の優先事項に集中してやっていくと、ジェンセンさん言ってるんですよね。で、ジム・クレーマーね、なるほど、なるほど。だから NVIDIA、あなたの会社素晴らしいんだなと言ってるんですよ。でね、この成長、どこまでいけるんだって言ってるんですよね。20年とかいけんのこのまま。どん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 20年成長していくのってね。ジム・クレーマー最後に聞いてるんですよ、ジェンセンさんに。さあ、ジェンセンさんね、20年 ?20 年どころじゃないよと、50年はいけるよって言ってるんですよ。で、ジム・クレーマーね、マジ?って言ってて、50年もいけるって言ってるんですけども、こうジェンセンさんね、ズバー言ってるんですよ。20年なんかちっぽけだと、ナッフィングって言ってるんですよね。ズバー言ってて。20年なんか何にもないに等しい。だって20年後、私はまだここにいるでしょうって言ってるんですよね。自分はまだずっとね、NVIDIA にいて、20年後もやってるだろうと。ほとんどの CEO っていうのは、任期を務め上げる。その任期中に自分の実力を全部出し切ってね、自分の生活全てを捧げながら社長業をやるんだけども、ジェンセンさん、自分は、20年どころじゃないんだと。ここで人生を絶対に務め上げる。ずーっと自分の人生が NVIDIA だから。20年じゃないよと。50年をやるよと。しかもその成長機会っていうのが自分の頭の中では本当にクリアにね、めちゃくちゃすごい世界がもう見えてるんだと。そういうことなんですよね。ジム・クレーマー、なんという男だジェンセンはって言ってるんですよね。これが NVIDIA のジェンセン判断だと。今日はどうもありがとうと言って終わってるんですよ。で、NVIDIA ね、株がこうなってますけども。いやー、いいですよね、NVIDIA ね。この水曜日もね、プラス 2.90%。こう下がってたのが戻ってきてますけども。まあ、僕ね、NVIDIA いっぱい持ってるんでね、どんどん上がってほしいなと思いながら。今回インタビュー聞いてね、別にね、なんかね、ジェンセン判ね、具体的な数字言ってるとかなんかそういうことじゃないんですけども。まあ、やっぱね、実際喋ってるの聞くとね、なんかこう、握力が増すというか、すごいね、将来のことをずっと見据えてんだなと、そういうことが分かってね、すごい良かったんですよね。で、ジェンセンさんね、こう喋ってるの聞いてると、まあ、なんとなく人って雰囲気わかるんじゃないですか。すんごい賢そうなんですけども、すごい理知的というかね、
人間としてもすっごい大きそうな人でしたね。まあ、今回の英語コーナー、ジェンセンさんのやつなんですけども、声が深くてね、優しくてね、それと会社の業績とは全然関係ないですけども、個人的にはいいですねーって思いましたね。これからもあと何十年、ずーっと NVIDIA 伸ばしていってほしいと思うんですよね。で、実はね、このインタビューなんですけども、これちょっと珍しいんですけども、これ先週の金曜日のインタビューで、今週の月曜日にね、続きがあったんですよ。で、それに関してはよりね、突っ込んだオムニバースの話とか、それもすごいいい話しててね。で、これ本当に二部構成なのすごい珍しいんですけども、マッドマネーでは。やっぱそれだけね、NBA の本社行ってジェンセンハンと喋ったと、それはでかいことだと、マッドマネー側も思ってるってことだと思うんですけども。で、その今週の月曜日のやつに関しては、今回のメンバー限定動画やりましたんで、NBA 参加ということで、いや、これもね、本当に、ね、面白い話いっぱいあったんで、ご興味ある方はぜひメンバー登録どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、今回ね、あとね、スクエアの回やろうと思ったんですけども、ちょっと NVIDIA ね、長くなっちゃった気がしたんで、もう今回ここで切って。で、まともね、サンクスギビングも休みだし、金曜日もお休みなんで、あと1回ぐらいはね、CEO のインタビューの回やろうと思うんですよね。で、その時にはこのスクエアと、あとメンバーの人のリクエストが多かった、アファームとオクタ。この3つはね、次回でやろうと思うんで、またその動画を見ていただければと思います。はい、ということで、ジムクレーのメルマガ CNBC インベスティングクラブ。ここで何書いてるかっていうコーナーなんですけども、この水曜日ね、まとまりお休みだったんですけども、こうメルマガはね、一つ動きがあったんですよね。で、それは何かっていうと、アメリカンイーグルアウトフィッター、これをね、買いましたよと、ジムクレーのファンド、これ買いましたんですよ。でね、このアメリカンイーグル、アパレル会社ですけども、11月23日に決算があって、ジムクレーはね、これ素晴らしかったよなと書いてるんですよね。で、そうなんですよね。売上予想 1.22 ビリオンに対して 1.27 ビリオン。EPS もね、予想 0.6 に対して 0.76 と、素晴らしいビートで、ガイダンスもすごい良くて、で、いろんな部門があるんですけども、すべての部門で上がってて、特にね、エアリーっていうランジェリー部門、すごい好調だと書いてるんですよ。で、好調なんだけども、この火曜日ね、決算発表直後、そんなに株価跳ねなかったなーってことで、火曜日ね、ちょろっと買い増してるんですよね。300株買い増してるんですよ。で、この水曜日、2日連続でね、買い増してるんですよね、ジム・グレナのファンド。で、水曜日は250株買いましてるんですよね。で、これでね、アメリカンイーグルの株、4700株持ってるってことになって、ポートフォリオで今ね、3% 占めてると。結構大きなパートをね、アメリカンイーグル占めるようになったと。で、これね、水曜日なんで買いましたかっていうと、これ下がったからってことなんですよね。マイナス 2.08%。で、ジム・クレーマーね、これ下がったのは、アメリカンイーグルが悪いからじゃないんだと。釣られて下がったんだと。で、何に釣られたかっていうと、これとこれだって言ってるのはまず一つ目。ギャップがね、ドーン下がったんですよね。マイナス 24% をドーン下がって、これね、売上も EPS もね、大きくミスったんですよね。EPS なんか予想 0.51 に対して 0.27。全然低くて、あとガイダンスもね、ガーン下だったんですよ。だから 24% バーン下がって、これね、ギャップ史上最大の下げだと言われてるんですけども。で、ギャップだけじゃなくて、これもですよ。ノードストローム。これもね、ガーン下がったんですよね。これもね、決算があって、その後にドーン下がって、マイナス 29% ですよ。で、これもね、ノードストローム。会社史上最大の下げって言われてるんですけども、売上ね、かろうじてクリアしたんですけども、EPS がすごい悪かったんですよね。予想 0.52 に対して 0.39 と。で、こういう風に、リテールとかね、あとアパレル系下がったから。だからそれに釣られて、アメリカンイーグルも下がった。ってことはやっぱりね、アメリカンイーグルは、決算めちゃくちゃ抜群だったから。これは買いの好機だということで。で、アメリカンイーグルに関してはね、ここ長年で最も強いマージンだと。だからこうやってね、釣られて売られてる時っていうのは、これは買い時だとそういうことなんですよね。で、まだまだ株価は安いし、PR 的にも。で、2.63% の配当がある。素晴らしい買いの好機だよと、ジムクレーマーそう書いてるんですよね。はい、ということで視聴者からの謎電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。で、今回ね、水曜日マットマネー休みだったんで、1日前のね、11月23日火曜日の分やりたいと思うんですけども、まずね、ベライゾンコミュニケーションズはということで、ベライゾン、これ配当ね、4.85% あるんですけども、いい配当あるよとジムクレーマー言ってるんですよね。で、この株ね、買うと、めちゃくちゃ大きな富をね、あなたに持ってくることはないだろうけども、だけど、ナイスな収入を作ることはできるだろうと、時にそれはやる価値があることだよと、だからそっちのね、インカムを狙いたいんだったら、いいんじゃないのと。はい、次、アルテリックスはってことで、いやー、これね、データ分析の企業ですけども、俺だいぶ前にね、ジムクレーマーね、アルテリックスすごい押してた時期もあって、で、僕もね、株持ってた時期あったんですけども、いやー、ここのところ本当ね、全然ダメダメなんですよね。
でね、これ11月2日に決算発表あってね、売上も EPS も予想に一致したんですよ。そこまでの爆発力はない数字で、でそこからどうまだね下がってるってことなんですけども、ジムクレーマーね、この会社の株こんなにも低くなるなんて信じられないなって言ってるんですよね。素晴らしい製品だと思うんだけどな、でもね株が今ね市場から嫌われてるよなって言ってるんですよね。はい、次ファイザーは A でということで、ジムクレーマーね、この会社とてもよくやってるよと、でこっからもより良くなると思うよって言ってるんですよね。COVID のワクチンでも素晴らしい仕事をしたし、今起こっている全てのいいことに値する会社だよと言ってるんですよね。はい、次アーバーリアリティトラストパスやでということで、これね不動産金融事業会社なんですよね。でね、いろんな、ね、中身の見えないところに投資してるのがねちょっとよくわかんないから、ジムクレーマー嫌だと言ってるんですよ。パスだと何に投資してるのか、潰されそう中身が見えないような会社には自分はお金置かないんだとジムクレーマー言ってるんですよね。はい、次ロジテックはということで、いやーこれもねどんどん下がってる株ですよね。これハードウェアもソフトウェアもやってるメーカーで、パソコンの、ね、周辺機器とかもやってるそういう会社ですけども、ジムクレーマー、いやーこの株大きく下がってね、今株価低すぎると思うよって言ってるんですよ。だからね、この質問者の人ね、これ持ってるんだけどどうしようかな、もう売っちゃおうかな、これね未来ないかなって言ってるんですけども、ジムクレーマーね、今株価こんな低いから、この今この低いところで売ることを進めることはできないなって言ってるんですよ。多くの素晴らしいね次のね製品が控えてるから、いやーでも株価下がってきたよなって言ってるんですよね。はい、次キーサイトテクノロジーズはということで、これ、ね、電子計測器メーカーですよ。素晴らしいチャートですよね。でジムクレーマー、ここまでねロケットシップのように株価上がってきたなと、だからここはねちょっと利確して残りを走らせようじゃないかって言ってるんですよね。で11月22日に決算があって、これ決算ね素晴らしかったんですよね。売上も EPS も両方とも B として、だからちょっとやっぱね利確するのが手堅いんじゃないかと、で残りを走らせようってことですね。はい、次オーロライノベーションよりはということで、これね自動運転車向けのソフトウェアとかハードウェアとか、そのねプラットフォーム、オーロラドライバーっていうやつの企業なんですけども、ウーバーとかフェデックスとかね、そういうのと組んでやってるんですけども、まあこれねずっと10ドルなんですけども、これスパックなんでね、で最近スパック上場してドーンなってたりするんですけども、ジュームクレーマー、この自動運転業界で唯一自分が買いたいなと思うのはやっぱりこれだと言ってるのが NVIDIA ですよ。やっぱりこれだと、これがね自動運転車関連企業で唯一買いたい会社だとそう言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画、さっきも言いました通り NVIDIA もっともっとすごいよっていう話と、あとはねドーンってね大きく下がったテクノロジー株多いですよね。ボトム狙おうよと、でね4つのグループに分けて、こういう会社はこういう動きする、こういう会社はこういうボトムの付け方をすると、そういうことを言ってる回があったんで、ご興味ある方はぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回の英語なんですけども、今回ねジェンセンさんのやついきたいと思うんですよね。でジェンセンさんね、いろんな会社はね AI をいっぱい使うべきだと、でいろんな会社はねもうねその重要性に気づいてて、いろんな会社は AI に比較的少額の投資をしたがってると、だけどそれによってそれらの会社は本当に多くのコスト削減ができる、お金をセーブすることができるんだと言ってるのがこれです。 They're willing to invest a small amount of money to buy into this artificial intelligence capability, but what they save isHopefully, hundreds and hundreds and hundreds of billions of dollars. はい、そうですよね。They are willing to invest a small amount of money to buy into this artificial intelligence capability. But what they save is hopefully hundreds and hundreds and hundreds of billions of dollars. 長男次男どうぞ。They're willing to invest a small amount of money to buy into this artificial intelligence capability. But what they save is hopefully hundreds and hundreds and hundreds of billions of dollars. 好きな匂いは？カレーの匂い。They're willing to invest a small amount of money to buy into this artificial intelligence capability. But what they save is hopefully hundreds and hundreds and hundreds of billions of dollars. 好きな匂いは？甘い匂い。They're willing to invest a small amount of money to buy into this artificial intelligence capability. But what they save is hopefully hundreds and hundreds and hundreds of billions of dollars.はい、言ってますよね。で、今回これなんですよ。buy into ですよね。で、これね、buy はわかりますよね。buy、買うってことですよ。で、この buy into、into がつくとどうなるかっていうと、まあ、いくつか意味あるんですけども、まあ、一つ目はね、それわかりやすく、buy が買うなんですけども、buy into だと、株を買い込む、役員になる、会員になる、
地位を手に入れる。こういうことになるんですよね。で、二つ目、巻き込まれる。議論とか喧嘩に巻き込まれると、そういうことなんですけども、今回ね、三つ目の意味なんですよ。buy into。これね、受け入れるってことなんですよね。受け入れる。もしくは、取り入れるってことなんですよ。だから例えば、don't buy into what he says. He always exaggerates. 彼の言うことを受け入れないでと、取り入れないでってことですよね。彼はいつも大げさすぎるから。もしくは、men tend to buy into that kind of thinking. そうだよね。男って大体ね、その種の考え方を受け入れがちだよね。取り入れがちだよねと。そういうことですよね。buy into。受け入れる、取り入れるっていう意味になるんですよ。だからジェンセンさんね、言ってるのは、多くの会社は、この AI のケイパビリティを受け入れる、取り入れるために、比較的、少額のお金を喜んで投資してるんだと。で、その結果ね、彼らがセーブすることができるのは、めちゃくちゃ多くの額のお金だと。そういうことだったんですよね。ということで、今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうもありがとうございました。They're willing to invest a small amount of money to buy into this artificial intelligence capability, but what they save is hopefully hundreds and hundreds and hundreds of billions of dollars. They're willing to invest a small amount of money to buy into this artificial intelligence capability, but what they save is hopefully hundreds and hundreds and hundreds of billions of dollars. 好きな匂いは？カレーの匂い。カレーの匂い？うん。なんかサッカーの練習とか帰ってきた時さ、うん、カレー作られてる時めちゃくちゃいい匂いするよ。それが好きなの？うん、めちゃくちゃ好き。へえ。お腹すく。お腹すくね。うん。いや、食べ物の匂いが好きなんね。うん、まあ食べも、まあ食べ物の中でもカレーかな。ああ、なるほど。長男君カレー作れるもんね。作れるけど。なんか一回ぐちゃぐちゃになったけどね。うん。もう作れるよね。結構美味しいよね、長男君作るやつ。そう？うん。ありがとう。辛口と甘口どっちが好き？辛口。辛口？うん。なんかさ、日本帰った時に、うん、カレー屋さん行ったでしょ。行ったっけ？ココ一番行ったでしょ。あ、行った行った行った。うん。ね、行った。あれあれだよね。家族一家大喜びで食べたよね。うん、あれなんかなかった？なんか何からみたいななかった？番号ついてなかった？ついてたっけ？なんかついてた気がするんだけどな。僕甘いの食べたと思う。甘いの食べた？うん。でもなんかあれだよね、辛いの好きになったよね最近ね。うん、大きくなるにつれてね、食べれるようになったからね。そうだよね。 They're willing to invest a small amount of money to buy into this artificial intelligence capability, but what they save is hopefully hundreds and hundreds and hundreds of billions of dollars. 好きな匂いは？甘い匂い。甘い匂い？うん。例えばどこからの匂い？うーん、キャンディ。キャンディ？うん。キャンディの匂い？うん。いつそんな匂いしてる？ハロウィン。あー、ハロウィンね。うん。ジラン君いっぱいもらってきたもんね。うん。ハロウィン楽しかった？うん。トリックアンドトリート。うん。いっぱい回ったよね。うん。そのキャンディの甘い匂いが好きなの？うん。ジラン君さ、お菓子すごい好きだけどさ、お父さんもっとご飯食べてほしいな。うん。ジュナ君ちょっとちっちゃめでしょ、大きくなってほしいな、うん、へえ。へえじゃないよ。バイバイ。 And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round.